3本打って6打点7打点上げても結果は9対7で負け0っていうようなどんだけ弱いねん。大木田中ズアスリートチャンネル。さあここからは今シーズンも私たちを驚かせ続けてくれました大谷翔平選手についてどんな体してるんでしょうね。規定投球回数、規定打席ダブル達成、しかもメジャーリーグで、どんな体してるんですかね。すごかったね。実は僕は盛岡にこの間ちょこっと行ってきました、9月の終わりに、ニアミスで大谷翔平のお父さん、ゴルフ好きでね、お父さんもね、もう普通の翔平のお父さんの友達とゴルフしたんやけど、どんな育て方してたかまた来るから教え聞いといてと。ですから普通ですと、至って普通の、もうお母さんはバドミントン選手で、お父さん、お兄さんも社会人野球で、お父さんも、だからお父さんが育てたというよりももう佐々木監督、お父さん、その少年野球の時の指導者、みんなで指導者に恵まれたみたいなね。まあでもいろいろあるけども、やっぱり野球が関西が高野連があるからメッカやって僕らも勘違いしてたけど、昔はそうだったと思う。今もう佐々木朗希、大谷翔平、菊池雄星とか、東北、岩手、すごいじゃない。そうですね、すごい。びっくりした、メッシがうまい。塩おにぎりだけでいける。米をうまい。そうですね、うまい。粘りあるし、まあ、やっぱ米合うんですね。フードも広いし、やっぱ足腰も、あれはすごいわ。まあ、盛岡止まったんやけど、体つか、ね、大きく高原でゴルフしていろんなところでゴルフやってますね。南部美人っていう酒蔵のね、友達で120周年パーティーに兼ねて行ったんやけど、すごかった。岩手はもうみんなが大谷翔平を応援してね、我が町のなんかもう応援大使とかそういうレベルじゃないもんね。大谷県みたいになってそうですね。そうですよね、大谷市になってらっしゃるんですね。もうすごいよ。もうだから盛岡空港から、花巻空港から盛岡行く前に大谷の家寄ってくれ、ちょっと逆方向やからもうダメですもう昔でいう長嶋さんの、ね、千葉の桜に、昔は長嶋さんとこの成果を見に車が渋滞したらしいから ね、僕もそうなりそうやったわ。まあ、ピッチャーの成績をお伝えしておくと、28試合15勝9敗防御率 2.33、 219奪三振、バッターは2割7分3厘、160安打34ホームラン、打点95。いやピッチャーの数字当てましたけどね、15勝、エンゼルスじゃなかったら20はいってますよ。いってますか。いってます、いってます。防御率 2.33 ですね。だって日本で毎日のように大谷翔平のニュース見てて、3本打って6打点7打点上げても結果は9対7で負け0っていうようなどんだけ弱いねん大谷翔平だけでこれだけ勝ってるんですよね。うん、15勝当たりましたね。マイク・トラウトも途中おらへんですね。スタートと最後だけやで、はいはい、みんなもう真ん中おらへんねんで、ほとんど確かに一人やで。それでベーブ・ルースの記録超えるか超えないかみたいな。いや、もう超えちゃったよ、ね、超えちゃったやん、歴史やん、ね。だからそのね、 MVP って言われてるけど、はい、MVP っていうレベルじゃないわけよ。もうジャッジが MVP なわけよ、はいはい、大谷はもう MVP というよりも大谷賞っていう賞を作らなきゃいけない。確かにさ、ベーブ・ルース賞みたいな。そうそうそう、あ、なるほど、翔平賞みたいなね。関西お笑い奨励賞じゃなくてそういう賞じゃなくて、なんか髪型版だよ、翔平賞みたいな歴史上の、ね、だからサイ・ヤング賞みたいなのでもう一つ、そうそうそう、はい、本当に。だってピッチャーはサイ・ヤング賞のノーラ・ライアン、あ、ノーラ・ライアンじゃないわ、ピッチャー上がりの人は、はい、MVP 取った人はみんな大谷派やで、うん、はあ、そうですか。バッターの人はやっぱりジャッジやろうけど、あ、そういうことですね、60年ぶりの記録を抜いて、はいはいはい、やっぱりパワー・イズ・アメリカやから、うんうんうん、なるほど、単打打つ人よりもやっぱりホームランで、ホームランは昔打った人がいっぱいいるやん、バリー・ボンズ、はいはい、みんな薬物やから、はい、うん、それなしで低反発で、うん、低反発ボールであれだけ打ったジャッジがやっぱり
MVP だと。MVP で強い、だから日本でいうと巨人で、東京読売ジャイアンツで優勝か、はい、かけてやって前間監修の中で打ったあのホームランと、まあエンゼルスこの表現は悪いけども、藤井寺球場でなんか MVP MVP でみんなで、ね、みんなでなんかこうやってんのと、でよくよく考えてみるとクライマックスも出られへんし一人でスーパーマンが一人で勝って、ね、MVP MVP って言って大谷のだけが売れてるような状況やろ、うん、はいはいはい、こっちはもう片や東京読売ジャイアンツでもど真ん中、60何本の新記録作って、うんうん、それは記者もやっぱり東の方がやっぱり数多かったわね。で無記名じゃなくて記名投票で理由も書かなきゃいけないらしいから、やっぱりパワーやろな。なるほどね。だから大谷だけ特別賞みたいな、そ、ね、その生半可じゃなくて、ね、一生これから100年後にも続くようなそういう賞を作ってほしい。いや本当そうですね、うん、やっぱあのオールスター出た時のみんながサインとか写真とかを求め、そうあのレベルの選手が、ね、はい、そうそう、翔平っつってこうやって自撮りとかしてほしいって。そうやね、もうとんでもない化け物や。ピッチャーからするとよくよ5日に1回ぐらいしか投げないよね、はい、ピッチャーって。それだからみんなが絶賛してんね、ピッチャー上がりのスーパースターはランディ・ジョンソンも、ですね、とてつもない、ランディ・ジョンソンがね、そう、ジョンソンがそう、サイ・ヤング賞を取ってるような連中はみんな大谷はすごい、大谷の方がすごいと。あ、そうね、あいつは投げてあくる日もう朝打ってるんやぞ上がらない、上がらないんやぞ。どんな感じでキュッとしてるみたいな。石橋さんがやっぱり向こうで取材しに行った時にやっぱ全然疲れてないんですよ。で1回だけ外野の練習してたって言ったから、うん、あ、外野の守備に出るのかなって言ったら気分転換で出てて、もうそのレベルなんですよ。そうだろうな、まあ、練習あのほぼしないですからね、試合前はね、うんうん、そう、外でもあんまり打たない、打たないですね、室内でちょっとやって、はい、ティーバッティングぐらいですよね、うん、で、あの一平ちゃんがスーパースターになったから平ちゃんがもう 松山英樹のキャディーか一平ちゃん、一平ちゃんか、一平ちゃんの方が露出度すごいから、ちょっとすごいかな、一平ちゃんの方が先嫁見つけそうやし。ぜひ来シーズン、うん、まあ、WBC 出てもらえればというふうに思いますので、うん、皆さんご期待ください。こんにちは、女子カーリングチームフォルティウスの船山由美です。皆さん、スマホの電池持ちやなんとなく調子が悪いといったお悩みはありませんか？そんなあなたにとっておきの解決策とお得なキャンペーン情報がありますので、動画を最後までチェックしてください。それではこちらをご覧ください。最近スマホの調子が悪い、いつ電源が落ちるかわからない、スマホの体調管理できてますか？そんなあなたにスマホカルテ、アプリをダウンロードしてワンプッシュであなたのスマホを無料で健康診断、センサーなどの診断で故障のサインをキャッチ、あなたのスマホの隅々までわかっちゃうんです。あなたのスマホ健康診断してみませんか？まずは無料診断。皆さんのスマホは今健康ですか？故障予測診断アプリスマホカルテはあなたのスマホの健康状態を診断し、故障のサインを見つけることができるアプリです。ぜひこの機会にスマホカルテをダウンロードしてみてください。そして今ならアプリをダウンロードし、スマホカルテ有料コースを購入してくださった方にお得なキャンペーンを実施中。この QR コードからキャンペーンページを今すぐチェック。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セロビル。